皆さんこんにちは、つくるです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はワック講座です。前回ロックの動画を出したんですけど、そんなに反響がなかったんで、たまたまやったのかな、再生回数が増えてたのは。今回のワック振り付け、いつも通り2-8ですが、振り付けのレベルが初級、中級、上級です。ちょっと難しいと思いますので、上級レベルの人にちょうどいい内容になったんですけれども、初級中級の人も上級の世界を味わってみてほしいと思いますし、ダンスをやってなくてたまたまこの動画を見つけた方も、もしよかったら完成版だけでも最後に流れますので飛ばして見ていってください。それではカウントで練習からしていきましょう。スタート。それでは解説していきたいと思います。さっきも言ったように、今回は上級の振り付けなので、基本的な動作ステップの説明っていうのはちょっと省いていきますので、もしどうしても知りたいっていうのがあったら、またコメント欄に書いてほしいなと思います。まず1-8目です。パドブレ右足から1-2-3-4-N、 手をつけます。手は1-2-3-4、一緒にやってみましょう。せーの、1-2-3で4で1-2-3-4、はい、手を叩きます。足の終わりが1-2-3-4-5で足閉じているので、ファ内に返して弾きます。バーン、は左肩を後ろに引いて、骨盤前、肩も前です。つま先膝だけ右向いたままです。でツイストして、ここから左足を揃えながら手を振って、両手同時にドゥンドゥンドゥン、最後足を出します。これが、カウントで言うと1-2-3-4-5-5-6-7-8-8-N で手が終わります。 8-N になると思います。それではここまでもう一度やってみましょう。どうなんやろこれ見てくれるかな、みんな。いきます。せーの、1-2-3-4-5-5-6-7-8-N したら2-8目、早くもいきます。手からね、右手肘から入って1です。 1-N で1-N2、 ちょっと間延びさせてわざと3-4-3で手のひら内から回して外に開きます。手のひらが外で、その時に腰からこっちにひねって、肩は置いたまま腰だけ左側にひねっていきます。左回りにひねります。はい、顔一緒にこういってこういって間延びさせたら、内回しからブン、この状態で、ここから戻ってきます。はい、肩は後ろに引いているのを力抜いて前に、で腰は左回りになっているのを力抜いて戻します。全体的に内側に、で最後、この辺に巻きつけましょう。 1-2-3-4。 じゃあまた最後、これまた難しいんですけど、
動きとしてはこんな感じです。5、6、7、8。ポップのこういう動き、ポップのこういう動きと、ワックの4コーナーのなんか合いの子みたいな感じのイメージをしてもらえればと思うんですけど、左肩と右腰引っ張りながらこう斜めにね引っ張り合います。ギュッと。でここから左足後ろに引いて、右の膝立てて内に回した時に腰一緒に入ります。腰も一緒に入ります。でこのままロールして後ろを通って右足軸に変わります。ここから左浮かせてフォーコーナー、はい、まあ、こういう動きなんですけど、ここ一連やってみると、こう来てこう来てこうなって寄せてフォーコーナー、はい、でこれが 7-8。 ここまでで2-8 になります。はい、ということでちょっと上級者向けなんで、いろんな基本的な説明は省いて、もうざっくりとした説明になったんですけれども、ここまで全体をカウントでやってみたいと思います。いきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、and 2、3、4、5、6、7、8。どうでしょうか。それでは曲で実際にやってみたいと思うんですけれども、初級中級レベルの、方はここまでやってみて、もしできなくても全然落ち込まなくて大丈夫です。なぜなら、僕の説明が全然足りてないからです。でちょっとできないこととか多すぎたら、また自分が普段やってるクラスとかで教えてもらったりとか、または僕がいつもおすすめしているライジングダンススクールのチャンネルを参考にしながら予習して、またこっち戻ってきてみてほしいなと思います。お待たせしました。曲でやってみましょう。どうぞ。